界では小丸でございます。あー、で、ライトか。このライト毎回紛らわしい。左方向まで、あと安心してずに、うん、そうしましょう。まあ、逆にこんぐらい暗いとね、対向車が来たって分かりやすいからいいんだけど。まあ、ライトつけてくれてるかな。さすがにそんな、たくみくんみたいな名前ってことしないでしょ。分からんよ。あ、そういえば会社にね、たくみのあのまんまの字の人いたの。聞いてみなよ。いや、多分、そういや、多分それで決めたでしょ。ないでしょ、だって。たくみのあれで。いや、そんなことはないでしょ。けど、86ってトヨタだからな。なんか光ってたな。本当な、なんかいたよ、動物。あ、本当に猫かな。多分目が光ってた、僕の方へ。めっちゃこっち向いてた、目が光ってたな。ピコーンって。多分猫かな。さすがにクマちゃんじゃないと思う。あ、違うと思う。アウスが勘違いして見えてるのがそうじゃなければ多分白猫だった気がする。多分クマって無理だよ。多分あんな追っかけてくるから。あら、クマちゃんなんだろ、ヒグマだよね多分。あれめちゃくちゃ気性荒いんでしょ、うん、聞くけど。でもクマ、どのクマも気性荒い。月の悪魔も結局変わんない。まあ、あれヤバかったもんね、埼玉の。うん、結局変わんないよ。うん、母親グマがすげえ殺しにかかってきたもんね。よりによってだって母熊だもん。うちの娘、子か娘に何する。子供を子連れマークやアウトで、うん、もう、ま、山で子熊見たら死を確保する。うちの子に何をするの。母親愛がなぜか男性に向けられたっていう。いや、僕ここにいるよって感じだった。何が怖いって、何もしないのにさ攻撃してくんだもんな。勘違いしてね。なんか思想してから攻撃してくれよとか思わない。まあ何もしないやんね。まあそんだけ子熊に限らず子供の動物って肉が柔らかいから成獣に狙われるからな。しょうがないんだよね。鹿とかもね。まあ小鹿は狙われんね、まだ足も遅いから。成獣はやっぱ足速いし、下手すると意外と攻撃してくるからね、角で。角で。あれ、なんすだっけ、奥多摩のところ。道志村だっけ。よかったね。道志やなくてますね。あ、そうです。こっちでよかった。ただちょっとあの日はもう疲れすぎたから。日曜日に行くプランじゃなかったの。ちょっと失敗だったけど、困ったって。ちょっとね、間違っちゃったね、プラン。だから日曜日は午前中で帰るから、基本的に。出ても1時まで。もう撤退するってことにした。残りなさすぎてびっくりするから、なんか残念な気持ち。
VTR とかも何事かと思った。え？え？みたいな。ないねん、ほら高級志向が多かったベンツがなんか丸っこくなってしょっぺんベンツが見た目が出たのと一緒な、ないの。なんかちょっとだけターゲット層落としました的ベンツみたいな。まあそれでももちろん性能もいいし値段も高いけどね。でもなんかやっぱベンツったらマジ 黒塗りのもう高級仕様のあれしか、昔から私そういう印象しかないから。親戚のおじちゃんが、まあ、社長だったからそういうベンツ2台持っててそれを見てたから、うん、でアキラさんのベンツとかも見てるから、まあ、ベンツ自分の中のベンツはああいうイメージしかないからさ。まあね、本当申し訳ないけど、なんかもうね、ファミリーカーのベンツとか見るとマジで舐めてんのかって思っちゃうベンツそういうのを求めてえんだ俺はお前らの会社にって思っちゃう。いやまあね、でもそういうのじゃないともう今売れない時代なんだなとも思うけどね。とかね。なあ、そうなのか。っていうかそこまで多分ねベンツだと思うんだけど、金持ちの人が乗らないと後々その当たり前だけど寿命来るんですよ車って、うん、その時にもう払えなくなってもう破棄するしかないから、だったら俺国産の方がいいと思うけどね、見張らないでって俺は思うけどね。車のスペックとかで確かに非常にやっぱいいよ。いいけどテレビで毎日だけどなんか芸人が車買うっていうので、うん、だからそういうのはもう本当年収めちゃくちゃ一緒じゃないと、だってちょっとガンってぶつかるだけで普通 2,3 万ですよ、もう10倍ぐらいかかっちゃうから。ああいうボディとかももちろん硬いし特殊だし、そういう誰かがなんかぶつけられ車ぶつけられて、うん、なんか8人だったらしいんで自分もやっぱちょっと動いてたから動いてる、はい、運転中のぶつけ、はい、でなんだけど相手の車が高級車だったから、ああ、はいはい、2の自分の方が被害、うん、ほぼ被害者側なのに、うん、支払う金額でかすぎたっつってなんかブチ切れてる人いたけど、何言ったの3桁言ったんか、うん、3桁って書いてた、でも自分2桁のなんか20万ぐらいとか自修理費え、きつーと思ってそれなんとかならないのと思って、さすがにひどくね、だって8人っつってもほぼ相手がぶつけてきたのかおめえが悪いじゃんと思うんだけど、きっとね、ちょっとでもさそういう支払い大きいやつを手に入れたらな、自分ところの保険会社はしめしめってなるからな。てか相手は何悪いと思ってないんだっけ、知らない、そこまでは何も書いてなかったけど、せいもたねえか、なんかもうその人は自分なんか当てられ損みたいに書いててかわいそうって、そう3桁ってきつーと思う、意味わかんねえ、ぶつけられて3桁払わなきゃ、それはあってるんですよ。来てるか来てるか、これカモンだった。あ、広くなったね、わりかし、ありがたい。なんかそういうのを見たときに、そうか、そういうパターンもありえんのかと思って8人でも辛いなと思って、1でも過失があった場合、相手の車によってはこっちがえらい損するのかってしみじみと思う。それ誰もいねえか、やってないから誰もいねえんだ。そういうことか、こっから登ると早いんだよ、水が滝多分だって半分以上登ってるもんねだからあそこ駐車場は水分からえば止めれる、まあ、登山する人だったら小丸峠の上から止めて登った方が楽しそう。ご飯食べたら無料とかない？え？ご飯食べたら無料とかない？ダメってやるよ。どうなんだろうね、やってみようかさすがに多分それだったら悪いってやらないと思うけどね。そう、さすがにもなんか物も買わないでやるのダメだと思う。もう一回聞いてみる。あ、すいません、ちょっと生徒がいてますけど、あのこれから行ってくるんですね、はい、でそこの後の言葉で自分から言うんじゃなくて
ですよって言ってくれたらね、また旅に行きますってなる。なんてなんだろう、ね、そういうね、マネジメント大切ですよ。あ、なさそうな気がする。わかんないけど、いやいや、なさだからそういう風にやって、毎日取らないから、そうかもしれないけど、そういうのかけて、そういうところなんで、マネジメント。でもあっても良さそうだけどね。そういうことですよ。あ、なんか、物買うよりもさ、ご飯の方がいい意味で値段がよろしいじゃないですか。でも美味しそうだしけどね、普通に。うん、あのジンギスカンとかちょっと気になるよね。でも私ジンギスカンそこまで得意じゃないかな、食べてみたらいいのにと思って。ああいう景色のいいとこで食うラーメンとか大好きなんだけど、カレーとか。ガッツリはいいやそこで。カレーとか。うちら犬いるから確実に外でしか食えんけどな。うん。カレーで十分です。でも絶対美味しいと思う、ああいうとこ。ね、なんでしたらそろそろ終わっちゃう。いつもはもう下りゾーン来てんの、わら前の雪みたいにひどくはないんで。でも足がけも氷なんまでやってるんでしょ、氷柱。うん、え、やれてんのか。え、やれるんじゃない。すごいね。まあそれはちょっと暖かい日は少し氷の柱とかちょっとちっちゃくなっちゃうからけど、ね、寒いのかな今。今は多分あ、OK でした。多分明日から一気に気温下がってくるね。またちょっとこれ無理だわ。何がこうちゃった乗り上げちゃう、無理だなって思って。大丈夫よ、ポンちゃん。ちょっと真ん中の子、なんかガードレールが落ちてる。ちょっと真ん中の子は誰か事故ったのかしら。あ、違った、あかんね。ガードレールずれすぎやろ。だって外れてんだもん。前あんなとこ外れてたっけ。それかなんか風とかで。いや、それはない。風はちょっと考えない。結構深いもんね、これ確か。杭が入ってる。まもなく右方向です。あ、外れてるっていう、あの、その鉄板みたいなあれが取れてるって言えばいい。あ、はい、取れて宙ぶらりんになってるからぶつけたんじゃないの、車が。もう終わっちゃった、早っ。右方向です。なんか今日早く感じる。なんでだ、楽しいからじゃない多分。いや、それいつも楽しくないみたいに聞こえちゃうけど。今、まあ、ここ通るとさ、あれなんだろうね。え、